島由紀ピアノリサイタル感謝のファイナルコンサート、ピアノで綴る日本の調べの始まりです。第一部春の調べは越後獅子から演奏させていただきます。この曲名の越後は今の新潟県にあたりますが、雪解けとともにまだ畑仕事にかかれない親を助けようと、子どもたちが獅子舞を踊っていた頃の音楽を杵屋六左衛門氏が各地を回ってまとめ、楽譜に起こして後世に伝えてくれました。このあと春の海を演奏しますが、この曲は今でこそ日本を代表する曲となっておりますが、お正月にはもう欠かせない曲になっておりますね。しかし宮城道夫さんがお琴と尺八のために作曲された当初はほとんど話題にも上りませんでした。ところがフランスから女流バイオリニストシュメイが来日され、この曲に出会い、宮城道夫氏との共演を強く望まれ、死を伴って各地で演奏されたことから一躍有名になりました。後に作曲家和田紀彦氏が原曲にかなり忠実な形でピアノ曲用に編曲されておりますが、師のお許しをいただいて私なりの短縮版ということで再編曲させていただきました。
次に演奏します「待ちぼうけ」。この曲は初めてチャリティーコンサートとしてピアノで綴る日本の調べを企画し、おおよそのプログラムができた段階で、小学校の音楽の先生をしておりました姉に見せたところ、日本の代表的な作曲家山田耕作の作品が入っていないじゃないと指摘を受け、さらに待ちぼうけなんかいいんじゃない、リズムがあってと提案されたのです。さあそれからが大変、あらん限りの内地を絞ってコンサートの1週間前にやっと出来上がったのがこの曲です。ドボルジャーク風にのところで半音階で進み、モーツァルト風にまで上り詰め、サティ風にで落ち着く後半を私は結構気に入って作ったのですが、皆様にも気に入っていただけましたら幸いです。そして続けて左手のための口上の月を演奏します。この曲は交換演奏会として子どもたちを連れてドイツ公演に行くことになり、ピアノで日本の曲を弾いてほしいとの依頼を受けて、曲目のことでご指導いただいて
いる広田明子先生にご相談しましたところ、先生の先生、つまり私は孫弟子にあたるのですが、ポール・ヴィノグラドフ先生の作品を弾いてみないと先生から提案されたのです。ポール先生はポーランドに生まれ、パリの音楽院、ロシア音楽院で学ばれ、その後数奇な運命をたどって日本に亡命され、日本の音楽界に多大な貢献をされました。その功績を称えられて、勲四と瑞宝章というのを日本政府から贈られた後、86歳で永眠されました。今は横浜山手の外人墓地に眠っておられます。この曲はポール先生が武蔵野音楽大学で教鞭を取っておられた頃、大事な試験の前に右手を怪我された弟子のために、一晩で片手だけで弾けるようにと書き上げたという心温まるエピソードを持つ曲です。聴いてください。2曲続けて演奏します。Thank you.
第一部春の調べの最後を飾るのは平井康三郎の幻想曲桜桜です。私が手掛けてきた春の桜を題材にした曲はもう一曲、松島常作曲の桜変奏曲がありますが、今回は最近皆様にご好評いただいている平井康三郎氏の作品を演奏します。それでは桜吹雪の舞う春爛漫を音楽を通じてお楽しみください。
第2部秋の調べはファンタジー絵展楽から始めさせていただきます。Thank you.
に演奏するふるさとは、皆さんよくご存知の歌だと思います。作詞高野辰之、作曲岡野定一によるものです。この2人の珠玉のコンビは、他にも春が来た、春の小川、もみじなど大正年代を彩る数々の唱歌を世に送り出しました。東北地方の大震災のあと、被災地の避難所からもこの歌が流れ出てきたとき、私はひどく感動し、その思いを私なりに伝えたいと編曲してみました。聞いてください。次に演奏する中国地方の子守唄は、第一部左手のための工場の月と同じ編曲者ポール・ヴィノグラドフ氏の作品です。この曲は同年代のポール先生とその頃交友のあった作曲家山田耕作さんの歌曲、中国地方の子守唄が原曲です。
次に演奏する曲は、ある日私のコンサートの折、一人の女性が楽屋を訪ねてきたことから始まります。その時彼女は自分の父親の曲をぜひ私に弾いてほしいと申し出てくださったのです。それが第二部秋の調べの最後を飾る曲、浦島太郎の変奏曲です。作曲者池譲氏は弦楽器を主に学ばれたことから、ピアニストにはなかなか演奏しにくい内容のもので、その楽譜にはテーマと20の変奏曲のほか、数曲の未完成のものも含まれており、ご家族のご了解をいただいて私なりに手を入れさせていただきました。初演はアメリカのニュージャージー州で開かれた日本祭りです。変奏曲浦島太郎の主題によるテーマ、第一バリエーション、第二バリエーション、第十バリエーション、第十二バリエーション、第十三バリエーション、そして第20バリエーションを演奏させていただきます。Thank you.
様ありがとうございました。これからアンコールとしてタレが作曲、私の編曲でアルハンブラの思い出を演奏してこのコンサートを締めくくりたいと思います。スペインのアルハンブラ宮殿の王宮の庭にあるシェラネバダ山脈の自然の落ち水をの奏でる豊かな噴水の調べのように絶えることなくいつまでも皆様の安寧が続きますよう心よりお祈り申し上げます。
撮影を決心したもう一つの理由は、この着物の衣装をぜひ画像に残したいなという希望があったからです。この第一部春の調べで着ました白い方の衣装、これは今年97になる母なんですけれども、の手作りのものです。私がピアノで綴る日本の調べが決まりまして、衣装どうしようかなっていうふうに考えておりました時に、母がこの着物、打ち掛けなんですけれども、虫干しをしていたんですね。で、結婚の私の結婚のために用意してたらしいんですけれども、なかなか結婚ができなくて、色が肩のところとか飴色になってしまっていて、でため息をつきながら虫干しをしていました。で、帰ってきて、あらって声をかけまして、この衣装をピアノで綴る日本の調べの衣装に使いたいっていうふうに、言いまして、上の部分とこの下の部分を切って、そして二分式っていうんですけど、今スカートと上はおくみとか袖とかを引きにくいので取ってしまって、そしてこの赤いもう何て言うんですかね、黄色の下をつけて。で、そして両方作ったんです。で、最初の頃帯を赤い帯をして上と下と着物の袖がない状態で演奏しておりました。で、外国や中に行った時に着物がの袖がないのが着物だというふうに思われるのは困るので、子供たちに浴衣を着ていただいて、そして着物っていうのはこう袖が本来あるものなんだけれども、ピアノを弾くときに弾きにくいので、これだけで衣装としてつけているんですというような説明をいたしました。で、まあ、母はこれを切るときにもう娘は結婚できないんじゃないかと言って泣きながら切ったんですけれど もう大変この着物の衣装が好評いただきまして、それでもう次回から今度は姉の打ち掛けを切ったんですけれども、その時はルンルンと鼻歌を歌いながら切って作ってくれました。で、まあ、大体いろいろな方から寄贈いただいたりして10着以上にもなるんですが、これがドイツ公演の時に初めて外国に渡ったこれとこれが外国に渡った初めての着物なんですけれども、これは100年、その頃100年前、今は130年で、母の大親友だった方がイギリスから日本に嫁いできた時にこの結婚衣装で嫁いでいらしたのです。で、この合わせの部分ですよね、全部こう合わせた裏側にも刺繍が施されていて、この裏方ですね、それでこういうフレアスカートで作ることができた、やはり昔の方の文化の素晴らしさをこの着物で感じました。で、色も編めてしまっているんですが、どういうわけだか舞台に上がると糸が金色に輝くっていうか、生き返る、本当に腐ってもたいみたいな色合いが蘇って、着物ってすごいなというふうに私は思っております。で、コンサートの後半に来ましたこの衣装も結婚衣装です。
私の知人の方の結婚印象を譲っていただきました。一番最近リメイクしたものなんです。今日は本当にこういうおめでたい衣装を着させていただいて演奏会をさせていただいたこと、ありがたいなと思ってちょっとお話をさせていただきました。ありがとうございました。